男女のペアチーム戦。わお。慣れない緊張。はい、おお。あ、うまい。勝つぞ。お。距離を測って。167。プロ何番で？7でいきます。7番です。右から数えて。暫定球お願いします。はい、分かりました。暫定球誰がやるの？今パートナーのミスはカバーしない。大変。5番ウッド。5番ウッドで打つかな。でもちょいフォローだね。ごめんね。順番間違え順番間違えですか今日は167をピョンって真ん中風に寄せちゃうのはすごいですね。私だったら多分4バウトぐらいなんで、4バウトで乗るか乗らないかなんで、すごいわすごいわ俺簡単だな俺結構ね、大きめに打ったっていいと思う。あの、触れるだけ大きくて。ここ？うん、あの、木に当たらない程度。ここだったら50ぐらい？もっと50までは打たなくていい。30ぐらい打ってくれる。30ぐらい。いきまーす。グラグラしちゃってこれ入れればパーですよね。そう、入れればパーです。よし、チャンスチャンス打つよ。うまい入れ入れナイスです。いきます。うまい。めっちゃ良かったですね。あれはやば。あ、ボール吹こうか。ありがとうございます。プロがボール、いろいろキャディの仕事させられる。プロのボール懐かしい光景が昔そんなことやってた。やってましたね、10年ぐらい前。すげえ難しい。どっちから行きます？こっちじゃないですか？いや、こっちプロちゃんと戦略ちゃんと勝負に。やっぱり結構そうですね、純ちゃんからですね。あ、若干こっちに。え？え？ん？どうだろう。結構避けていいよ。そうね。これプロ。アドバイスを。30センチぐらい。うん、少し伸びる。じゃあ上り。結構でもなんか下りそうに見えるんですよ。うわー、虫がついてる。ボールに？ここに。あ。まあいいや。まあいいんだ。マーク取っちゃった。あ、
撮りますあの私ちょっと会う方がちょっとおかしくてなんかねいつもえって思うんですけどいつのかな一応登ってるんですよね佐野さんのミスって言われてますゆこちゃん のナイスパットで、はい、プロがまだ一回もパターをしてないっていうありがたきな今のところタッチ合ってるっぽいです合ってます今のところちょっと左でもいいですよねいやでもグリーン左だから別にどこでも大丈夫優しい多分フェイさんの途中まで、ね、バンカー方向に向かってスライスで手はおいやれば、ね、やれば届くかな、うん、OK OK OK バンカーからスライス大丈夫バンカーは全然かおっおナイスキックおナイスキックおおすごいフェアウェイおいいなるほどああバンカーからスライスいや大丈夫おおなるほどおいいなるほどなるほどナイスショットああなるんだねあのカラスやっつけちゃってくださいあのカラスねでも最初ミスったからなドライバー。いや広い。もしょー。近づい。いや全然。問題なし。もしょー。左行きすぎた。問題なし。素晴らしい。おあカラス。なレギュラーティーも長い長いっすねだからレギュラーティーが回ると私は基本的にセカンドを絶対打つんですよで届かないこれ女性あるあるですかいやそう女性あるある多分180とかぐらいじゃないときついんですよ残りが180でもだって180番ウッドで打つみたいなすごい厳しいよねパー4をこのぐらいの距離打つことってないから確認旗しか見えなくて測れない多分まあ200ちょっとかな佐野さんが208って言ってかわいい4番で、まあ、ちょっとフォローっぽいんですけど、うん、208ヤード。これだと大体200ぐらいですかね。渋いクラブですね。これ何ですか。A です。A グラインド。A グライン。友達つながりです。あ、はい。思い出されてる左1ではなんか結構
をね、うん、そうあれですよね。そう俺らはほらお互いをこう思いやりながらやってるからお互いごめんなさいって言ってるんです。佐野さんと塚田プロは古くからお知り合いなんですか。そうですね、うん、もう10年近いですよね、はい、そうなんです。キャディーもやったことあるんです。あ、そうなんですか。1回だけ、まだメインの関係は飲み友達。飲み友達なんだ。飲み友達。いやいやいや、あ、左の、うん、手前だと思うんですよね。あ、左に1個ある。そんなに深さんが行ってなかった。ピンよりちょっと左ぐらいですか。そう、ただ、結構力強かったんですよ。でも転がって、なんかでももしかしたら超えてる、オーバーしてるかもしれない。そうなの、そうなの。赤崎いいな。やっぱ女性バンカー難しい。ここから落ちてるからすごい感じだった。互角の勝負になってきましたね。やだ。いや。いや。何そのリアクション。見た。いや。左外したのが良くない。やだね。いや俺ショートかなと思って。なんか一応なんか、言ってほしいです、はい、頑張るけど、はい、青木バンカー純の出番でしょ。青木バンカー純の出番だけど、ちょっと、よし、思い切り行きましょう。思い切って行ってきます。いらっしゃい。入ってました。めちゃめちゃ今もうちょっと行くかなと思って逆に止まっちゃったの。うますぎて可能性はまだない。結構な下り、小さなパーですか。パター勝負ですね。試合かなりめっちゃ見てくれてる。では、お、あ、長尺パターンだ。今日初めてパターンするんですか。わかる。俺もまだ打ってないです。そう。お、長いやつだ。どのくらいなんだろう。初めて、はい、今度今年発売になるやつです。ピンの命運を今かけてみたんですね。プレッシャー。マジ、はい、そう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 、はい、ああ、また来て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 、よし。思ったより早かった。いやちょっとね、今欲張っちゃいました。パンチ入った。欲張っちゃった。さっきでも行くのが遠いんだよ。そうだね、そうですね。何
こうやって立ってみた時となんかね、なんか合ってない時がたまにあって、それでなんか打っちゃうとやっぱ入んないんですよ。なるほどね。登ってんの、登り、まっすぐ打てれば入る、入る、まっすぐ打てれば。あ、でもあ、ね、曲がりそう、曲がりそう、なんかすごくいや、私勝手に言ってた、私じゃない、勝手に言って、なんか、ちょっとスラに見えちゃうの、こっちから見ると。スラに見えちゃうの。そうそう。でも、え、え、だって、でもそうやな、コロナで、フックとスラで今揉めてます。え、だって、こっちが高かったんだよね、あれ、うん、スライスの、はい、わかりました、すいません、そう思います。立てついてすいませんでした、ね、立てついて、すいません。いや、プロの言った通りですよ、ね、ピッチした。いや、私がボール半個かな、そんなに切れない、切れない、内側これすげえプレッシャーね。これが一番低いのはこっちなんで、おそらくほとんど一番高いのはそっちじゃないですか。ほとんど切れないと思うんですよ。あの、多少の曲がりは、多少の曲がりは気合とやる気で、気合いとやる気か。やっぱさ、ちょっと待って。やる気ね。これぐらいでいいかな。はい、これで入れ、ちゃんと打てればまっすぐね。うんうん、で、ゆっこ。まっすぐ打てれば。違ってます。やっぱこの辺ですよね。そう。あ、また佐野さんですよ。さすがにあれは切れるでしょ。あれは切れる。俺がフック、ちょっとフックするって言って、どう考えてもこちらのボールより上にあるんだから、もっと曲がるはずなんだ。上田ちゃん、ちょっと上手すぎません？いや、上手いっすよ。チームワークです。チームワーク、チームワークです。でも、チームワークで、あ、あります、あります、と思いますよ。と思いますよ。やっぱりトヨタのチームワークですね。チームワークでもちょっと近づきましたもんね、私たちもね。上手いっすね。でもちょっと近づきましたもんね、私たちもね。そうです。あの、1、2ホールより近づいてますから。最高。ナイスショット。頑張ろう。